伊藤岳君。日本共産党の伊藤岳です。法案は増額となった地方交付税の大部分を翌年度に繰り越すものです。地方交付税法は、年度途中に増額となった地方交付税は、その全額を地方自治体に交付すると定めています。ところが政府は財源不足などを理由に、翌年度の交付税増額に、 繰り越すすこととを基本本方針とししてて続けききままた松本大臣に聞きます地方の財源不足に対応するために、地方交付税の法定率を抜本的に引き上げるべきではないですか松本大臣。はい、今、ご審議をいただいております法案の趣旨につきましては、ここまでの各委員の審議の中でご答弁を申し上げたとおりでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 その上で、伊藤委員からございました、えー、地方交付税の法定率についてのお,お話でございますが、地方財政の健全な運営のためには、本来的には交付税率の引き上げなどにより、地方交付税総額を安定的に確保することが望ましいと考えていることは、私からも申し上げたいと思います。この交付税率の引き上げについては、現在、国、地方とも厳しい財政状況にございますので、 容易ではないところでありますが、今後も交付税率の見直しなどにより、地方交付税総額を安定的に確保できるよう、粘り強く主張いたしまして、政府部内で,政府部内で十分に議論してまいりたいと思っているところでございます伊藤君。そもそも地方の財源リスクは、国の政策に地方を巻き込んで、また三位一体改革等で地方交付税を削減してきた政府の責任です。 ぜひ、法定率を引き上げ、上がっていただきたい。地方自治体が地域の実情に合わせて、コロナ対策、物価高騰対策などに対応していくには、今年度の財源が足りていないのが現状です。内閣府に聞きます。第二次補正予算で増額される地方創生臨時交付金について、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金の増額、拡充はありませんでした、これはなぜですか黒田次長。お答えいたします。 地方整臨事交付近につきましては、物価高騰の影響を受けました生活者、事業者をより重点的、効果的に支援するために、予算額6000億円の電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金を9月に創設をいたしまして、補正予算に先行いたしまして、物価高騰対策に取り組んできたところでございます。 実際におかれましては、この6000億円を活用して、地域の実情に応じたきめ細かい支援を速やかに生活者、事業者の方々に行き渡るよう、しっかりと物価高騰対策を実施していただきたいと考えておりまして、私ども、国といたしましても、適切に後押しをしてまいりたいというふうに考えております伊藤君、首都圏の旧都圏市首脳会議は、物価高騰対策の財源などを議論を踏まえて、議長を務めた 王の埼玉県知事が岡田地方創生担当大臣を訪ねて、既に不足が生じていると、地方創生臨時交付金の増額を要望しています。対応すべきであります。重点支援地方交付金について、地方自治体がより効果的な物価高騰対策を取るために、すでに提出している地方創生臨時交付金の実施計画を変更申請することは今後も可能ですか？ その場合、交付決定はいいつ頃になりまますす。か。黒田次長。お答えいたします、えー、重点支援地方交付金につきましては、えー、10月末を期限といたしまして、各自治体から実施計画の提出をいただきました。現在、その内容を確認をいたしまして、今月中にはあのー、交付決定を予定をしているところでございますあの。お尋ねの交付決定後の実施計画の変更、これについても可能でございますので、えー 各自治体、私どもといたしましても、随時相談に乗りまして、効果的な対策を行えるようにしっかり対応していきたいというふうに考えております伊藤君。実施計画の変更が確認されて、交付決定となった重点支援、地方交付金は繰り越し、繰り越しとされて、総務省から地方自治体に確実に交付されますね。黒田次長お答えいたします。 あの今回の補正予算案におきまして、地方創生臨時付金に変わります令和4年度予算につきましても、繰り越し免許費に位置づけられておりまして、補正予算の成立によりまして、免許繰り越しに向けた手続きを行うことが可能となるわけでございます。自治体から提出のございました実施計画に基づき、交付決定がなされた分の免許繰り越しにつきまして、自治体におきまして関係機関の承認を得まして、行っていただくことになるわけでございます。 補正予算の成立後、この繰り越し免許費に続けられたことに伴いまして、事業期間の翌年度までとする変更が可能となるなどの実施計画の見直しにつきましては、改めて内閣府から各自治体に通知をしたいというふうに考えております伊藤君、確認をいたしました。えー、前回の委員会について、松本武明後援会の政治資金特定パーティーについて聞きます。 25日に令和3年、2021年の政治資金報告書が公表されました。それによると、特定パーティーは12月27日にホテル日光姫路において開催をされています。この21年のパーティーでは、対価に関わる収入、つまりパーティー券収入が1772 17万円と計上されています。1万1枚2万枚枚円で計算すると枚が 販売されていたことになります公開されている facebook の中にパーティー当日の模様を写真で添付したりまだまだコロナの影響もあり会食はありません着席のスクール形式のため挨拶回りができないなどの投稿がありました挨拶する大臣の写真もしっかり写っています講演されたのは甘利明元大臣だったと衆議院の委員会で大臣は答弁されています大臣 当然、この21年のパーティーには参加されていますね、そしてこのパーティーは、着席のセミナー形式で開催されたもので、間違いないですね松本大臣。はい、えー、私は政治活動における政治資金のにつきましては、政治資金規正法にのっとりまして、これまでも適正に活動させていただいているというふうに考えております。 実際に政治資金規正法で報告を求められている、このように定められた事項につきましては、すべて報告できるようにいたしまして、報告を申し上げているところでございます。今、伊藤委員からもお話がありました、令和3年の収支報告書、こちらの方にも、松本滝明支援の集いセミナーを開催をいたしましたので、 その旨報告をし、収入を記載をさせていただいているところでございますが、この名称から松本滝明支援の集い、セミナーとなっております。セミナーといったものは、通常のセミナー形式でお考えをいただければ、どのような形式だったかはご理解をいただけるものと思っておりますので、ぜひこの収集報告書からお読み取りをいただくように、お願いを申し上げたいと思います。伊藤君 まあそうすると、たってのセミナーではないですから、着席のセミナーだったと推測いたします。当然、前の年の20年のパーティーもセミナー形式でしたから、着席で行えた,たんだと思います。21年のパーティー会場であるホテル日光姫路のホームページを見ますと、着席のスクール形式の場合、最大収容人数は315人とされています。しかしか 大臣が代表を務める松本武明後援会のパーティーでは、その会場収容人数の3倍近い886枚のパーティー券が販売されていた、間違いないですね松本大臣、えー。今、伊藤委員からもございましたが、収入はすでに就職書、記載のとおりでございます。これは1件1枚2万円でお願いをいたし、 えー、申し上げておりますように、えー、ご来臨いただきますようお願い申し上げますと、ご案内を申し上げて、参加いただく対価としてお支払いをいただいているところでございます伊藤君、はいあの。20年のパーティーで言いますと、最大使用人数は110人でしたから、9倍近い994枚のパーティー券が販売されていることになりますよ。 でご来臨いただいた方にって対応しているというふうに言われましたけれども、会場使用人数をはるかに超えて、パーティー券を販売したこと、これは大臣、間違いないですね、そこを聞いてるんです松本大臣。私どもといたしましては、参加いただく対価として、パーティー券をご購入をいただいており、 ご購入をいただいた方で、おいでいただいた方を受け入れられるように準備をし、おいでいただいた方で入場をいただけなかった方はなかったものというふうに記憶をいたしております。その上で、収支報告書からお読み取りをいただけたらと、果実の衆議院の総務委員会でも申し上げさせていただきましたが、2020年、令和2年のパーティーにおきましてのセミナーの会場費であるとか、 映像事業者に中継等の費用を払っていることから、どのような形態でセミナーを開催し、おいでいただいた方を受けられるように準備をしてきたかをご理解をいただくようにお願いをしたいと思います。井戸君おいでいただいた方に準備してって言いますけれども、会場収容人数の3倍、9倍というパーティーン券売られてるんですよ、準備してません。会場収容人数をはるかに超えて、パーティー券販,販売したことははっきりしたと思います。 でこれはパーティーの対価ではありません、寄付です、収支報酬への記載が必要です、しかし記載はない、政治資金規正法に違反すると指摘して質問をあります、うん、浜田